さん、こんにちは。チリ大のまさきです。本日はダイヤハウス施工のプレット駒田のお部屋に来ています。今私が立っているのがリビングのお部屋になっていまして、ご覧のように明るく開放的なお部屋になっています。そしてこちらの方にはエアコンが設置されていまして、こちらのガラストからはバルコニーに出ていただくことが可能になっています。こちらのバルコニーはとても広々となっていまして、たくさんの洗濯物を干していただけますね。そしてこちらもガラス戸なんですが、防犯シャッターが上から降りるようになっていまして、とても安心になっています。さらにこちらレアガラスになっていまして、結露の心配もなく、こちらのガラス戸見てください。セキオという防犯ガラスが使われているので、ハンマーで叩いても割れないぐらいとても安心のガラス戸になっています。そしてこちらの方を見ていただくと、人気のカウンターキッチンのカウンターがありまして、お客様のお好みに合わせてそれぞれおしゃれに使っていただけます。そしてこちら奥の方がキッチンになっていまして、このように両手を伸ばせるぐらいゆったりとしたものになっています。大きなシンク台、こちらには浄水機能がついていますね。こちらのボタンを押して切り替えていただけます。そして入り口のコンロがありまして、下にはたくさんの収納、床の方を見ていただくと、こちらには床下収納まであります。食材などもこちらで保管していただけます。そしてこちらキッチンの後ろの方を見ていただくと、冷蔵庫置き場などもありますので、こちらのキッチンとても快適に使っていただけると思います。ではこちらリビングの隣の洋室の方へ行きたいのですが、こちらの洋室、このすりガラスの扉を開けていただけるんですが、すべてこのようにして開けていただくと、こちら床がフラットになっているので、とても大きなリビングとしてご使用していただけます。こちらの洋室はこれがこのようにおしゃれなクロスになっていまして、ちょっとした収納もありますね。そしてさらにこちら私のおすすめポイントなんですが、室内物干しがあります。女性の方や花粉症の方など、外に洗濯物をしたくない方にとても人気のものになっています。ではこちら次のお部屋へ行きたいのですが、この前に少しだけこちらの方を見ていただきます。こちら3つ並んでいるんですが、一番右がカラーのモニター付きインターホン、そしてこちらがリモコン給湯になっていて、真ん中がこの有名なアルソックさんがついています。在宅の時も外出の時も何かあればすぐに駆けつけてくれる安心の防犯対策になっています。とてもおすすめです。ではこちら廊下の方に行きたいんですが、こちらのライト人感センサーになっていまして、そしてこちらの廊下からは洗面所に行きます。こちらの洗面所には室内洗濯機置き場や、そしてこちら少しおすすめのとてもゆったりとした洗面台になっています。鏡もとても大きく取られていて、女性の方にとてもおすすめになっています。そしてこちら奥の方がとても大きなお風呂がついていまして、ぜひ見ていただきたいんですが、見てください。165cm の私がこんなに両手を伸ばせるぐらいとても大きな1616サイズのお風呂になっていまして、追い炊き機能や浴室乾燥もついた、まるで一軒家のようにゆったりと足を伸ばして入っていただけるとても素敵なお風呂になっています。いいですね。それでは洋室の方へ行ってみましょう。こちらの方が洋室になっていまして、このようにとても使い勝手の良いサイズ形になっています。こちらの壁の方を見ていただきますと、このようにとても大きな収納がついていますね。両手が届かないぐらいとても大きなものになっています。こちら2つあります。用途に合わせてたくさんのものをゆったりと使っていただけますね。では続いて向かい側のトイレの方に行ってみましょう。こちらが洋室のトイレになっていまして、ウォシュレット機能付きでちょっとした棚もあるので小物なども直していただけます。そして最後こちら玄関の方へ参ります。
こちら玄関になっていまして、こちらの玄関にはこのように靴をたくさん収納していただけるシューズボックスがあります。でこちらの方には最後お出かけ前に鏡でチェックしていただけるように鏡もついております。とても素敵ですね。いかがでしたか。そしてこちらの物件なんですが、あと一つポイントがありまして、インターネットが使い放題になっています。とても素敵ですよね。こちらの物件ご案内の方終了させていただきます。まだまだお伝えしたいのですが、詳しくは賃貸のまさきホームページの方でご覧くださいませ。奈良のおもてなし、奈良心賃貸のまさきは皆様のお部屋探しを応援しております。ご視聴ありがとうございました。